覚えているよ。フィリピンで私、毎日毎日サンパギータを売っていた。いつまでも私のこと愛してくれる？でも何もかも嘘じゃない。だが今この映画で足りないもの、主演女優。噂には聞いてたけど、すごい完成されたシナリオだね。へえ、英検なんて入ってたんだ。おお、よーいスタート。女は生まれながらにして演じる自分が中に存在してるの。でいつからこいつとくっつき始めたの？まだちゃんとはくっついてません。わあ、どうした？あの、鼻血出して気失ってます。あーっと、はい、お待ちど。隣がやってる？僕のこと覚えてない？ね、さあ、帰りましょ。若いって、いいわね。じゃ、バイバイ。いらっしゃい。あら、君は。サービスしてあげる。お姉さんのヒントコーナー。本当に？ごめんなさい。全然。それで、これ見てたら。嘘。それじゃ、お世話になります。何すんのよ、スケベ！私には、心に決めた人がいるんだからね。あ、ねえ。へえ。あら？あ、来てたんだ。あ、そういえば、あ、何よ！あ、待ってよ。繁華街で知らないおじさんがくれたんです。あの、はい。
やっぱり、そうですか。ああ、ごめんなさい。本当ですか？え？はい、そういうわけだから。ごめんね。じゃ、お、に、い、さん。いいんです。ごめんなさい。そうかしら。うん、わしの女に。バック。じゃあね。じゃあね。じゃあね。ねえ。じゃ。バック。知らない。さよなら。え？はい。うん。あら。はい。じゃあ、そうさせてもらいます。変なの。気持ちいい。どう？似合います？おやすみなさい。どうしたの？こんな時間に。ああ、そうだ。いいでしょう。行きましょう。ええ。うん。もう少し寝ます。あ、はよう。
桜。ありがとう。ほら、そこ階段あるからね。あ！そう。お。よろしくお願いします。それじゃ。何よ！もう、勝手にすれば？嘘！わかったわよ！いいわよ。わかったわよ。ええ！あなたがお人よしなのがよくわかったわ！空は青い、空気もうまい、そして桜も満開。幸せだわ。欲しい？あ、どうしたの？トモコのヒントコーナー。あ、本当にすみませんでした。行こう行こう。あたし先に帰る。
ってさ。女子高生らしいぜ。行こうぜ。ああ、お金余ってたらここに来てね。やっと会えましたね。でも、どこに落としちゃったんだろう、私の記憶。よーし。4月15日って、決めた！決定！よろしくお願いします！でも、私…ん？エッチ！あ！大丈夫ですか？マユのヒントコーナー！はい！そっか、どこの学校のか調べれば私の身元がわかるってわけですね。さすが大学生、頭いい。でもこの時間じゃ学校はもう閉まってると思いますけど。こんばんは。あの、そうじゃなくて。わかった。まったく失礼な親父ですよね。私この制服気に入ってるんだから。もう、それじゃあ、私どこから来たんでしょう。わーい！ありがとうございます。これ、これです。で、え？ダメ、今急が…あ、いいじゃないですか。さあ、もっと足を広げて。いいね、そのポーズ。スケベ！友達は選んだ方がいいですよ。スカートの中いきなり覗くなんてもう最低！制服のこと、本当に詳しいんですか、あの人。そういうわけ？じゃあ、脱ぎました。え？はーい。はい、なんでしょう。何考えてんの、あんた。そういう趣味なんですか？悪い冗談やめてくれよ。はい。こんばんは。こんばんはじゃないわよ。え、私、ごめんなさい。え、思い出した。それじゃあ7時にタウンボックスで。今日のバイト代はフランス料理でいいからね。バイ。それじゃあ7時にタウンボックスで。今日のバイト代は中華料理でいいからね。バイ。それじゃあ7時にタウンボックスで。今日のバイト代は懐石料理でいいからね。バイ。ダメ。下の階？うん。あ、でも、へへー。ま、あ、だって、
っと待っててね。それじゃあ。あ、さっきのデートなんだけど、日曜の午後2時に2丁目の式で待ち合わせってことでよろしく。遅れちゃダメよ。そうだ、私、職員室に行って聞いてみます。え？じゃあ、本館はこれで。ご苦労様でした。お願いします。ダメ！桜の木をいじめちゃダメ！なんだこいつは？このガキ！ごめんなさい、私。逃げるのか？あ？じゃ、この野郎。ごめんね。痛かったよね。ごめんね。よかった。あら、大変。それじゃ、お大事に。どうしたの？こんな時間に。いいでしょ？じゃ、行きましょう。ああ、そうなの。お兄さん、おはようございます。お世話になります。この女子高生、ね、トモコ、なんなのよ。かわいっしょ。この間バーゲン、うん、やっぱりさ、お、あ、トモコの彼氏、本当だ。
ねえ、ちょっと。あ、これ。それじゃ。遅いぞ、こら。ん？あ！待って。行かないで。何やってるの？ほら、授業始まるわよ。
何もかも。何を黙ってるのよ。ちょっとどこ行くのよ。そんな見え透いた嘘つかないでよ。嘘つき。桜の木を助けてあげてください。